雨模様のスタジアムでは試合開始を待つサポーターの声が高まってきました。実況は西岡明彦、解説にはおなじみ福西崇史さんもお迎えしています。お送りするのは準々決勝のファーストレグ。大変な試合になりそうですね。準々決勝に残ったチームですから、どちらも実力は十分。このファーストレグを制すれば精神的な余裕も生まれます。見応えのある試合にならないはずがありませんね。このチームはとにかくピッチ全体で相手にプレスをかけて、敵に落ち着いてパスを出させないプレーが好みですね。今日のラインナップからしていつも通りの戦法を期待できますか？そうですね、プレッシャーをかけられたチームは攻守のバランスが崩れミスが目立つようになりますからね。今日も強い圧力をかけてくるでしょう。こちらがアウェーチームの先発メンバーです。今日はノーマルな 4-4-2 のフォーメーションです。2トップの選手が攻撃を引っ張ります。主審の笛で試合が開始されました。タックルで攻撃を切りました。ただし相手のスローインです。チーチョンクオ、ワンガン、ゴールに向かっています。スローインが与えられます。ボールへの寄せが非常に速い。いいカットです。ボールを奪いました。チーチョンクオ、チャンスを伺っています。セドリック・バカンヌ、ゴールは見えるか。キーパーがっちりとキャッチ。上里恭平、サイドのスペースを使います。ボールを前に運んでいます。中の選手にクロスを入れた。これはクリアしきれないか。チーチョンクオ、斉藤学、小林優、斉藤学、強い、体をうまく使います。ボールを取った。いいプレスです。ボールがクリアされスローインになります。森田秀政、大島亮太、斉藤学、ここからどうするのか。キーパーに近すぎました。大島亮太、ボールを奪った。いいタックルでした。リーレイ、ここはナイスタックル。タッチラインにクリアしました。セドリック・バカンブ、ドリブルでボールを持ち出しています。チャンスにできるか。いい位置です。ボールをうまく動かします。セドリック・バカンブ、ここでこの試合最初のゴールが入りました。勢いづいてきましたね。この先制点を大事にしていきたいでしょう。あそこで打たれたらキーパーはなすすべがありませんね。違うアングルから見てみましょう。
大島亮太、斉藤学。相手ボールになります。ワンガン、ピャオチャン、引いてリードを守るのではなく素早くパスを回しています。ドリブルで敵陣へ持ち込む。ここはタッチを割らざるを得なかったようですね。小林、サイドが空いています。大島、斉藤学。なぜかシュートが入りません。このシュートは入ったと思いました。ドキッとしましたね。これはあるか。このボールは相手にクリアされました。家永、ファーの選手を狙ってきた。合わない。クロスはチャンスになりません。それでは勝ち越し点のリプレイをご覧ください。ボールはエリアへ。キーパーがコーナーをパンチング。狙える位置です。ディフェンスの選手が止めた。いいボレーでしたが枠に行きません。素晴らしいキックでしたが、さすがにコーナーを狙うのは厳しかったと思います。監督も落胆しているようです。同点に追いつく大チャンスでしたから無理もありません。ゴールキーパーがボールを抑えた。斉藤学、これはよく見ていた。小林優、落ち着いています。ひとまず前に出しました。ピャオチャン、素晴らしいスルーパス。セドリック・バカンブ、ここは強引なロングシュート。チーチョンクオ、スコアは1対0。ここでハーフタイムを迎えます。前半この選手のプレーがよく効いていました。ゲームをリードするゴールを決め前半の主導権を取りました。後半も1点取れればかなり楽になりますよ。後半のキックオフです。雨はプレーにどう影響しそうですか。グラウンダーのパスは通りにくくなるかもしれません。バウンドにも注意が必要ですね。リードしている余裕でしょうか。焦らずに素早くパスを回しています。いい組み立てだったんですがボールを奪われましたね。フロンターレが攻めに出ます。ボールは相手に渡ります。大島亮太、森田秀政、レアンドロ・ダミアン、家永、クロスが入りました。中に落としたのに誰にも合いません。スローインとなります。さあフレッシュな選手が入ります。
ここで選手の交代です。より攻撃的にいくということでしょう。小林優、中の選手を狙ってきた。パスをカット、いい読みでした。リーデイ、セドリック・バカンブ、ボールをアタッキングサードへ持ってきました。中にクロスが入った。いいボールを入れてきましたが、ここはクリア。前に運んでいます。サポートを使えそうです。レナト・アウグスト、スピードのないシュートでした。レアンドロ・ダミアン、川崎フロンターレのうまいパス回し、チャンスを伺います。ここでゴールです。同点になり、試合は振り出しに戻りました。試合はさらに盛り上がりを増しています。実力伯仲ですね。これは見事なダイレクトシュート。チャンスに対する嗅覚が素晴らしいですね。難しいシュートを簡単に見せてくれました。違うアングルから見てみましょう。ひとまず同点に追いついて、監督も胸をなで下ろしているようですね。セドリック・バカンブ、ピャオチャン、タックルでボールを外に出し、スローインになります。交代選手がピッチの脇に待機しています。チャンシージャ、セドリック・バカンブ、レナト・アウグスト、このクロスは相手の選手が処理しました。ボールを奪われました。さあどうする。すでにサポーターは総立ち。惜しい場面でしたが、ここで奪われました。いいところへ出した。レアンドロ・ダミアン、ボールが跳ね返った。クロスがディフェンダーに当たりました。エンドラインの外に出しました。フレッシュな選手の投入です。ボールが中央へ向かう。これは惜しい。コーナーからチャンスを演出しました。相手のキーパーも一瞬ヒヤッとしたでしょうね。この位置から相手のマークがついています。セドリック・バカンブ、
仕掛けてきました。チャンスになりそうです。下田北斗、素晴らしい読みでインターセプトしました。またパスが通ります。この選手から何度もいいパスが出ていますね。絶妙なパス、いい位置です。どうだ、まだまだです。この選手が視点となってパスを回しています。ここまではサポーターにとってもストレスを感じる展開でしたね。試合も終盤ですから、これは勝ってほしいという思いを込めた声援でしょう。ここで試合終了です。両チーム一歩も譲らず、ファーストレグは引き分けです。見応えのある競り合いを演じてくれましたね。ここで引き分けたことでお互いの特徴もつかんだことですし、次はさらに激しい試合になるでしょう。セカンドレグがますます楽しみになりました。